え皆さんんどうもこんにちは井上之ですえ潜在意識と本物の気遣いというテーマでお話しさせていただきますで潜在意識はですね意外と、うん、多くの人が本当の潜在意識ってどういうふうに活用したらいいのかっていうのは分からないんですね。で僕自身、まあ、いろんな体験から潜在意識をたくさん勉強してきてそしてマーフィーの、えーまあ、本を書いたりしていく中でアメリカのマーフィーから「ディスケンクト・スカラー」というタイトルをいただきました。 まあ実際ですねそのタイトルを頂い,いたことで自分自身が潜在意識をさらに学ぶきっかけになったっていうのもあると思います。でそんな中でマーフィーの潜在意識というのはエネルギーの法則なんですね思いとエネルギーの法則。ただ僕自身がまあそこでマーフィーの時代からさらに進化して現在だったら潜在意識はどういうふうに捉えた方がいいのかっていうのを自分の中でいろいろ勉強していった中で考えたものがあります。 それは一つにですね、確かに潜在意識エネルギーっていうのはあります。あとは知識の貯蔵庫。皆さんが何かこう無意識の選択と行動しているのは、皆さんの過去の環境や教育や情報によって与えられたものが無意識と選択と行動になっているんです。それは約まあ94%、97%、いろんな説はありますけれども、それぐらいの割合でなっているっていうことなんです。あとは潜在意識は良い悪いの区別がつかないということ。 主語が潜在意識は存在しないので、例えば相手に言った悪口とかも自分へ言っていることのようになってくるっていう潜在意識はそういう意味ではですね、ものすごく潜在意識を知らないと人生にとってより豊かに生きていくための足かせになるというのがブレーキになっていくんです。そんな中で潜在意識をぜひ今回の講演の中1時間の中で潜在意識というものをわかりやすく皆さんにお伝えしたいというふうに思います。 おそらく皆さんがたくさんの本を読むよりも私のこの1時間の講義の中の潜在意識の話を聞いた方が最もクリアになってそしていいろんなもののを見ていく時の見ててくきえる世界が変わってきます。同時に潜在意識を知るということがこんなに人生の不安や恐怖を取り除いて人生の得たいものを思うがままに手に入れることができるんだってこれね何だろう そんなことできるわけないだろうっていうふうに思っている方たくさんいらっしゃると思うんです。でも実際僕の話を聞いたら、なるほどそれは考え方一つ、こういう話を知ることでできるんだっていう確信になるというふうに思います。人はですね、まあ知らないことは無理だというふうに思うんですけど、本当にその真実というのかその方法を知るとですね、その話を聞くとですね、確信となって手に入れることができるというふうに思います。 同時にその潜在意識を高めていくために大切なのは気遣いなんですね。よくいい環境で育った、まあ、家柄がいいとか学歴があるとかそういうことはあまり関係ないですね。僕の本物の気遣いの中にも書いてますけども IQ や EQ、まあ、知能指数だとかそういうことで人生うまくいくわけじゃないんです。社会的指数、SQ というですね。 社会に対してどう順応していくのかどういうふうに対応していくのかっていう能力が成功していくためにものすごく大切なんですその中で成功している人たちは必ず気遣いができてるんですねで気遣いをするってどういうことか常に相手の立場で考えるっていうことができている、まあ、マーケティングで言えば相手のニーズに応える相手の欲しいものに対して何かを売っていくこれも基本ですよねだから本物の気遣いができる人っていうのはある意味 相手の立場でよく物を考えられるようになるということは、これはもう潜在意識のエネルギーを高めていくわけで、いく上ですごく大切。そして相手が喜んでくれるエネルギーを自分が受けることによって、自分の人生ももっと良くなっていくという流れになってきます。ただし、その気遣いの中でもですね、社会に対して自分は気遣いしてるけど、これって相手にどう喜んでもらえてるんだろうかってわからない気遣いもあるわけです。 気遣いっていうのはある意味こうした方がいいよって相手に伝えたくても意外と言いにくいところもあったりするそんなこと言われてもみたいになるだからこそ逆に言えばですね気遣いっていうのは自分だけの世界で気遣いがでできるようなならいいんです気遣いをしてきてそれで実際に成果を出しそして人生をより良くしてきた人の気遣いが何かを知った時にその気遣いを学ぶことで同じように人生を良くしていくことができるんです。 今回は潜在意識と本物の気遣いという気遣いその気遣いがより潜在意識を高めていきそして自分の人生をより良い方向に導いていく本当の幸せな人生そして自分が思い描く通りの人生を手に入れるために必要なそんなお話をですね1時間短いですけど中身濃く会場に来てぜひ聞いてほしいんです。それはなぜかとというと会場にに来ることによって エネルギーの伝わり方が違います。で、よくですね、講演会でリアルに聞くのと、例えばオンラインで聞くのどちらがいいですかって、これ今コロナの事情があるのでオンラインでも仕方がないというふうに思います。ただ会場にもし来られるとしたら少し無理してぜひ会場に来てほしいんです。そうするとですね、会場から僕自身の話す声から来るエネルギー、内容から来るエネルギー、それをですね、体中いっぱいに浴びてですね、そして皆さんが もうその時点でエネルギー高くですね、人生の一歩を踏み出すことができたらというふうに思っています。もう少しですね、僕の講演の時ですね、皆さんと会場一人でも多くですね、お会いできることを楽しみにしています。もしどうしても来られない、来ることができない遠くにいる方はオンラインでぜひ視聴してください。それではありがとうございました。